それでお父さんとはどんな話したの？見事にはぐらかされたよ。それから俺は幸とも結婚できるらしい。そういうことになるわよね。そうだけど、そうじゃない。それってつまり天野さんもお兄さんと結婚できるってことじゃん。聞いてる？聞いてない。やっぱりピンとこない。あんな人が俺と血がつながった父親だっていうのか。天野さんとは勝手に名付けにしておいて、幸とも結婚できるなんて言ってくるような。いいな。俺は貧乏で小さな定食屋の息子だ。ところで君は何も聞いてこないんだね。幸ちゃんには凪くんと結婚する覚悟があったりするのかな？え？